はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、私が個人的に保有したいなと思っているですね、え、待銘柄、3月権利日の優待銘柄3つピックアップしましたので、そちらをご紹介したいと思います。ただですね、この動画を見る前に2つ見ていただきたい動画があります。 1>, 1つ目ですね、1年前にですね、あの同じような動画を出してます。はい。で、ここでご紹介している銘柄は、もう個人的にめちゃくちゃ厳選したですね、非常に有料な優待銘柄がございますので、この動画ぜひですね、1年前ですけども変わらず使える銘柄ありますので、ご覧ください。で、1点だけ、えっと、12銘柄のうち、 レックご紹介しているんですけども、レックだけちょっと減配発表を確かしているので、それ以外の銘柄ですかね、えー、は、あの、特に問題ないと思います。はい。まあ、今出している住友製菓とかも配当政策変わって今株価爆上がりしておりますし、まあ他にも色々お勧めしている銘柄ありますので、気になる方はぜひ概要欄からご覧ください。 えー、二つ目ですね。えっと、二月、2023年2月版という形で、私のポートフォリオ、をこの動画でご紹介してます。はい。で、このポートフォリオ、まあ、保有銘柄多数ですね。えー、三月権利日の優待銘柄ございますので、こちらにご紹介している動画の銘柄もおすすめです。はい。で、それを除いている銘柄で、かつですね、えー、っと、長期保有の、えー、優待制度があり、 かつ、えー、原ですかね。えー、原していない、直近4年で減配がないような銘柄で、えーこの、個人的に欲しいなと思った、えー、優待があるような、あの、会社さんっていうのをピックアップしておりますので、えー、そこをあらかじめご了承いただければと思います。はい、という形で早速ですが、銘柄紹介していきますが、その前にちょっと軽く、優待だけ共有すると、ほぼクオカード多いです。えー、クオカード3つ。 2で、カタログギフト1つで、自社製品が1つっていう形になりますので、まあ、ちょっとここもあらかじめご了承いただければと思います。 では、早速ではありますけども、えー、ご紹介していきたいと思います。まず、1名柄目ですね。西川ゴム工業になります。えっ、ー、と、こちら、あの、PER38 倍でやや高めですが、まあ、シール製品とか自動車向けの部品製造している会社です。えー、結構、原材料価格高騰の影響を受けておりまして、えっ、ー、と、PER が相対的に高くなってます。PBR は0.3倍なんで、めっちゃ割安ですね。 はい。で、配当利割合が3.4%と高配当銘柄になっておりまして、売り上げは横ばいなんですが、えっ、ー、と、EPS がですね、ずっと右肩下がりで下がってます。はい。で、特に直近 EPS31 円予想という形になっておりまして、まあ、非常に厳しい状況です。が、まあ、配当は40円出してきておりますので、まあ、そあの、今期一時的に配当成功100%超えておりますが、まあ、決算単身とかを見ますと、こんな感じですね、営業価値がっつり出してる。 えっと、のが今の状況なんですけども、まあ、ゴムの価格とか今戻ってきているので、まあ、来季ぐらいにはおそらくですね、あのー、利益自体も少し戻るんじゃないかなっていうふうに見ております。はい。まあ、ここら辺の原材料価格とかエネルギー価格の高騰っていう影響をもろに受けておりますので、まあ、営業利益が赤字になっているっていう感じですね。まあ、しかしながら売上高ですかね、こちら自体はしっかり確保できておりますので、ちゃんと 原材料価格が小さく、えっ、ー、と、価格帯が低くなれば、えー、売上が上がってきてるので、営業利益もぐぐっと上がってくるかなっていう予想で、西川ゴムありだと思ってます。はい。優待内容ですね。3月権利日で、クオカード100株1000円で、3年以上保有で倍の2000円になるっていう形の優待内容です。はい。まあ、今結構利益下がってきてるので、えっ、ー、と、まあちょっと赤字が怖いよっていうのある。 とは思うんでですがまあ、そこ承知のの上で、えー、長期保有のクオカーカド狙い。に行くといいいうのははありだと思います、はい、ちょっと、優待廃止リスクっていうところは、すいません。えっ、ー、と、否めないところはあります。が、まあ、長期保有あるから大丈夫じゃないかなと思いつつ、最近長期保有銘柄で、優待廃止した銘柄ありますので、ごめんなさい。ちょっとそこのリスクはわかりません。 次ですね。二名柄目、コタになります。こちらはですね、部屋化粧品の製造販売をしている会社です。はい。美容室向けとか結構強いイメージですね。えー、株価1684円で、時価総額が400億。えー PL、p l が25.6倍、PBR が3.8倍。そして自己承認率は77.5%で、配当に回りが1.2%です。まあ財務状況良くて、まあちょっと PR、PBR 高いかなっていうイメージですが、業績非常に安定しております。売上高、右肩上がり成長、EPS 右肩上がり成長、そして配当、右肩上がりの 増廃基調という形になりますので、まあ、インカム視点だと全く問題ないかなというふうに考えてます。えコタの直近決算ですね。こちらも同じ、えー、形で、売上高だから0.8%増収で、営業利益のが反落しているという形になってます。はい、まあ、こちらもあの同じく来年以降戻ってくるんじゃないかなという見込みです。はい。 入体、えっと、内容ですけども自社製品になっておりますので、えっと、こちらは優待廃止リスク少ないかなと思ってますえ気になる商品ありましたら入体、えっと、狙いで保有全然ありかと思いますで100株でこんな感じ、えー、長期保有制度ありまして長期保有するとこういう形で、えっと、1個追加されるよっという形になりますので、まあ、優待内容詳細見ていただいて興味がある方はコタあの保有ありかと思います え次ですね、ポパール産業という会社で、ベルト材とか研磨材取り扱っているですね、時価総額小さめの会社になってます。PR が10倍、PBR が0.5倍で、自己処理率が80%超えという形なので、財務状況は全く問題ないです。配当利回りですけども、3.1%と高配当銘柄になっておりまして、配当成功は33%になりますので、まあ、配当の余力、増配威力っていうところも十分あるかと思います。 えー、売上高ですね、えーと、安定しております。横ばいで。えっ、ー、と、EPS もだいたい安定してますかね。横ばいです。配当自体は、えー、2021年3月期1回下がってますが、まあ、基本的に右肩上がりで、えー、と配当増配基調しているというところが特徴的かと思います。はい。で、ことの直近決算ですけども、こちらも同じですね。売上高ちょびっと増収で、えっ、ー、と、有利権反落になってます。 あごめんなさい、コタじゃない。えっ、ー、と、ポバールなんで、こっちですね。失礼しました。えっ、ー、と、売上高の方が微増ですね。2.8%増収で、営業利益の方がマイナス4.1%減益という形になりますので、まあ、こちらも同じくですね、あの、売上は上がってきているっていうところで、原材料価格高騰の影響が落ち着けば、まあ、同じく営業利益自体も戻ってくるんじゃないかなっていうふうに見てます。で、ポバール工業ですけども、えー、三末権利日という形になっておりまして、クオカードが、えー、100、1000円ですかね、もらえまして、1年以上保有するだけで2000円倍になるっていうか 形の優待内容になっております、まあ、時価総額小さいのでご存知の方は少ないとは思うんですが、まあ、ちょっとあの優待でクオ・カード欲しいな配当もそこそこもらえるのでそういう意味だとあの財務状況も問題ないのでありなんじゃないかなと思ってます。 はい。次ですね。えっ、ー、と、アルコニクスになります。えー、こちらはですね、えっ、ー、と、非鉄専門の専門商社という形になっておりまして、えー、株価1389円。えー、そして PER が6倍とめちゃくちゃ割安ですね。えー、6倍台結構小さいですね。で、PBR も0.6倍になっておりますので、ミックス指数、まあ、PR と PBR かけたものっていうところは3.6っていう感じの数字になってます。まあ、結構割安だと思います。 配当にもり3.8%、非常に高配当で、配当成功も20%なので、まあかなり増配余力がある中で、高配当銘柄っていうのがポイントです。えー、自己資本率は32.1%と、ちょっと低いですね。はい。まあ、ちょっと詳細は後から見ていきたいと思います。 で、売上高の、売上等の推移ですけども、売上高は結構下がってますが、えっ、ー、と、利益率が上がってきておりまして、結果的に EPS 横ばい安定してます。特に直近はめちゃくちゃ上がってきていて、配当も増配基調になりますので、まあ、これ結構いいですね。はい。まあ、おそらくなんですけども、ここら辺で不採算事業、不採算事業ですかね、赤字事業とかを、まあ、あの、切り捨てて、えっ、ー、と、売り上げが下がって、結果的に、えっ、ー、と、黒字のものが残るね利益率が上がったっていうストーリーだと思います。 はいで直近決算短信ですけどもこちらも同じですね売上高18.9%増収で営業利益が反落しているという形になりますでちょっと自己資本比率が小さかったので内訳見ていきたいんですけどもはいえー、っとですね、まあ、負債の分を見ていくと大体、えー、合計が1340億合ってるかな合ってますね1340億で、えー、資産っていうところだと1980億になって 出ますうはいなのでなんか自己資本比率見るとこれのうん,うんんうん、うん、<laughs> ちょっと待ってくださいえっ、ー、とバランス地図が見見方が分からなくなっちゃったああ わ、うんな、なるほど。わかりづらいですね、これ。えっ、ー、と、負債の部が流動負債と固定負債で分かれていまして、合計が1340億で、えー、資産の部ですね、純資産の部っていうところが、えー、合計で640億になりますので、まあ、負債割合高いよねっていうところで自己資本率が低くなってますと。で、大きいところだけ注目していきたいんですけども、まずは支払い手形及び買いかけ金。これは取引先に支払わないといけないお金。 とかあとは銀行への短期の借入金ですかね。がたい流動負債という形で1600億円ぐらいですかねあ。ありまして、一方、流動資産の現金を見ると343億円なので、1年以内で返信。 しななくちゃいけないけものは現金で全部賄えません、まあ、一方、まあ、流動資産っていうのが大体1年以内に現金化できるようなものなので、それを合わせると1,500億ありますので、まあそういう意味だと1年以内に現金化できるものが1,500億で、まあうち1年以内に返済しなくちゃいけないのは1,000億になりますので、まああの大丈夫な範囲かなっていうのは個人的に思いました。はい。という形で、えっ、ー、と、 ちょっと少しだけあの資産の話バランスシート見ちゃいましたけども、売上とかは上がっているっていうところって、えー、まあ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 ありかなと思います。 はい。で、最後ですね、S ラインです。えー、こちらはですね、AI の自動車システム等の導入をしている、えー、ギフを地盤にしている路線トラック業者になってます。はい。時価総額100億と非常に小さいですね。で、PL が7.6倍、PBL が0.4倍で、自己中熱が62.8%、そして配当りマリが2.6%という形になっております。業績は、ま、たい横ばいで安定していまして、EPS も基本横ばいで、配当も横ばいという形なので、まあ、ずっと横ばいの銘柄です。 で、直近決算がちょびっと微妙でして、えっ、ー、と、売り上げがですね、今まではちゃんと増収している銘柄が多かったんですけども、営業収益は0.5%に下がってます。うん、ちょっと岐阜の物流とかが、もしかしたら、まあ、人口とかも減ってるので、減ってきてるのかもしれません。で、営業利益の方は、あ,あの、あれですね。 ドライバー不足による賃金の、えー、上昇だったりだとかあの、実際にトラックを動かすための、えー、ガソリンの値上がりというところで営業利益反落になっていますので、まあ、こちらも同じ理由で来期戻る可能性は十分あるかなと思います。はい。で、そんな、えー、S ラインですけども、クオカードの優待がもらえまして、こちらも100株で1000円で、長期保有制度導入で3年以上保有で2000円になります。はい。まあちょっとクロスト引とかできちゃいますので、もしかしたら、まあ 例えば、クオカードの100株の優待廃止しますだとか、まあ、もしくは、まあ、そもそもクオカードの優待廃止とかあるかもしれませんけども、まあ、少なくとも、あの、個人的に関係性の高いクオカードっていうところと、長期保有制度があるっていうところで、まあ、仕込むっていう意味ではありかなと思ってピックアップしました。はい、という形で、まあ、少し長くなりましたけども、かつ、ちょっとマニアックな銘柄が多すぎて、 うんちょっと皆様を納得できるような銘柄にはなってないるかもしれませんが、まあ、個人的に、まあ、ありかなと思った銘柄の共有になりますので、まあ、この2つの動画見ていただいた上で、えー、もし余力があれば、興味があれば、はい、あの、監視リストに入れてみてください。まあ、基本、長期保有制度がありますので、まあ、今のうちに仕込んで来年以降の長期保有、えー、もらうとか、 一回権利日落ちた後に再来年から狙うとかっていう形で考えるのもありだと思います。はい、という形で長くなりましたが以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。